イメージを作る。10年後の自分が何をしてるか。10年後今言ったことを実現するために。入って10年、俺も50になる。ずーっと若い頃からアメリカ製の板出してみたいって思った俺にはもう最高のプレゼントだ。めちゃくちゃ嬉しい。スノーボードできて、スケートもできて、フリーも好きで、アパで、すごいですね。それできるの一番難しいし、ライフスタイルですもんね。前から涼介のデザインすごいいいなと思ったから俺の板の絵を描いてほしい。オファーかけて描いてもらう。アンディさんの印象がなんとなく緑っていうのがずっとあって、釣りのポーンって落ちた時の波紋になって、目で板して釣りしてスノーボードしてパウダーで、雲で、煙で、雪で、言葉で言うよりはこういう感じっていう。俺と涼介とジャパンモリウエスも協力して作ってもらえた板だし、俺だけのボード。最高にかっこいいのできてる。世界の誰かがこれ持ってるんだ。みんなライダー冥利に尽きることない。もうイメージが湧きすぎるんだよね、ずっと。それぐらいやっぱり好きだし、動かないとじっとしてられない。怖いのがそれが滞った時だよね。もういいやみたいな。一回もなったことないからわかんないんだけど。最初はね、俺自転車好きで、9歳10歳ぐらいから普通の減速ギア自転車でウィーリーしたりとか、アメリカ製の自転車を売ってた大阪のショップがゲートも売ってたのさ。で、初めて買った人がビジョンから出たマーク・ゴンザレスのファーストモデル、俺のスケボーは始まったっていう。もう気づけば36年やってる。シンプルかつうまさが光るような、人がやってみたいって思うことを自分で考えてやりたいよね。
場所を選ばない。パークでもゲレンデでもバックカントリーでも4畳半しかスペースがない場所で、なんとかして面白いことを思いつく。人がやってみたいと思うことをやりたい。スノーボード30年長いけど1年で1回しか冬ないんだからね。回数で言えば30回しか冬やってないもんね。ライドの出会いは39歳の時かな。やっぱずっと挑戦してきたし、俺も挑戦した方がいいんじゃないの。39歳でグローバルのオファー来るか普通と思って。モアイはちょっと知恵貸してって言われて、プロデューサーで入ってる、いわゆる札幌の、ニュースケーブルキッズというか、ああいう子たちが工夫して上手くなれる場所を作りたいなみたいな。まああそこからね、いいスケーターが生まれていけばいいね。まあ今だったら SNS だとか、昔だったら DVD とか、俺のファンになってくれた人たちがいたからやれてる。それはもう完全に俺のモチベーションで、言われるもん、年取ってもそういう感じで滑ってほしいっすみたいな。めちゃくちゃ嬉しいよね、そう言われたら。そういう声があるから、やっぱりちょっと続けようかなと思う。続けたい。こういうことさ、イメージを作る。10年後の自分が何をしてるか、できるような体を日々滑って作る。10年後今言ったことを実現するために。
まあ俺もおっさんいつまでやんねん言われたわ、まあ、まあまあもうちょいやるでって言うけど楽しいからな。シグネチャーボード出すことがまあ俺の一つの夢でもあったんやけど、俺がこの年で、まあ、50歳でシグネチャーボードを出したっていうのは次世代へのメッセージというか、若い子たちでも今リザルトとかだけの世界になってきたりとか、そういうコンテスト1位2位3位を取るためだけじゃなく、いいライディングをしてみんなに認められて、そういう子たちが最終的な目標になるものを作りたかったというか、プロモデルを出すっていうことを目標にして滑るっていうのもありなんじゃないかなと。ポディウム取らんでも新聞のライディングがいけてたり、メーカーが評価してくれたら、よし君の板を出そうっていう結果になるかもしれへん、まあ、目指す人も目指せん人もいるかもしれへんけど、一つの選択してあったら目標を持って滑っていくことができるんじゃないかって。